要なものを必要な人へ、あなたのいらないのが誰かの役に立つ。言えたやん。もうまさにじゃん。ラブはもう最後っていう。今回本当に最後ですよ。ほんま最後。じゃあもう閉まって。何よ。はい、なんかじゃあインスタグラムでフォロワー1万人じゃん。 100% パパがつけ喧嘩ギャラミケーキあるよ。よろしくお願いします。シューだ。いや今日なんですけど、はい、ラファエルランボルギーニ持ってるでしょ。はい。でも前もあの証拠者に書いた時も言ったんですけど、もうほんまに最後で、今回もうガチで最後。もうランボルギーニを、今までも買い戻したりとか、まあいろいろ売ったりしてきたけど、はいはい、もうほんま今回最後で、もうこれもう最後ちゃうかって、ほんまチャンネル解除していただいていいですか。ほんまに最後にします。すごい。なんで軽く言ってるんですけど、ラファエルには、はい、いやダイエット前より歯出とるやないか。おい言うな。ダイエット前より歯出とるやん。バルカップや。バルカップどこがこんな、ないのこれ。早めさんねん。ひじくじゃん。ひじくじゃん。おい。だから今なんですけど、だからもう、売っていくんですけど、まあ、ジモティって知ってますか？知らないです。ジモティっていうのに、あるんですけど、はい、まあ、メルカリとかもあるじゃないですか。そういうね、はいはいはい、サイト。で、ジモティっていうのも地域密着型で、うん、なんかもう、不要物あげますぐらいに、ちょっとエコシステムみたいになってるんですよ。すごい。そうそう、だからそこにランボルギーニ出しようかと思いまして、もう無料で、もうどうせ俺らにも金入れへんし。え、すごいっすね、それ。そうじゃん、運のめんどくさいやん。え、もらった人いいな。そうそうそう、だからもう査定するのめんどくさいし、もうお金も別に俺入らないでしょ、はい、でぶっちゃけ、はい、で、いらんから、もう渡ししようかなと思いまして。確かに、コースゼロっすね。コースゼロやん。もう取りに来てもらって、はい、もうそれ持って帰ってもらって、終わりっていうことで。すごいな。はい、で、ジモティに今日はランボルギーニ出していきます。はい。で、ラファさん今軽く言ってるんで、まあジモティちょっとやっときますとかみたいな、はい、で、ラファさんまあ、おーみたいな、わからんね、絶対知らん、絶対ジモティとか知らんから査定してもらうと思って、査定してもらうと思ってね。みたいな。そう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 、そういう風に踊るから、はい、もうとりあえずジモティ出していって、まあ、ジモティやってきましたよっていう風に連絡して、はい、でまあ呼んでいこうかなっていう感じですね。まあ、なんで、まあ、とりあえずジモティ出していきましょう。はいはい、はい、ということでエル君のお待ちしました。あ、変なラファエル系名物爆音いいからエル君の、まあ、しょうもないこと言ったら1個あるんでね、諦めてます。早くしてよ。じゃあこれいきます。ジモティ、知ってるっていうか、ジモティって、ジモティ全然知らなかったですよ僕。じゃあこれ必要なものを、必要なものを必要な人へ、あなたのいらないのが誰かの役に立つ。言えたやん。もうまさにじゃん。ちょ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 、黙って、爆音爆音2個 OK。 はい、 OK。 で、これ必要なものを必要な人へってことで、はい、だからあなたいらないものもまさに今でしょ。エコサイクルだ。そう、エコサイクル、マジで。あ、やっぱあれですね、これがちょっとなんか僕のイメージに、あの地域密着みたいな、はいはいはい、そうだ、地元の掲示板、やっぱジモティなんで。なるほど。そうそうそう。で、まあ会員登録します。はい。サイコパス1さん、サイコパス E さんということで、はい、あ、分かってるんですね。うん、そうそう。で、これで結構あるっすね、やっぱり0円とかね、このいらないものってやつで、まあパソコン、デスクとかかな、まあこういう大きくて、だから持ち運べないもんですね。だから売るにしても、だから送料もかかるし、だから取りに来てくれるんであればってことですよ。で、まあいろいろ出てるんで、まあ別に、まあ、今日見ないですけど、とりあえずもう売りに出してこなってことで、はい。ほんで投稿画面へ行きます。ここからちょっとすみません、モザイクでお願いします。個人情報打つんで、さあ打ち込んでいきます。おい、お菓子食ったんだ。このお菓子やな。バグオン。おい。わ。で、おかしいだろ、おかしいだろ。1個であんなバグオンなれへんもん。2個ないと。おだが諦めてます。おのれは。乙姫も、もう人たまり。乙姫も人たまりもありません。皆さん。そんな、しょうもない。オッケー、まあ、売って、まあ、あれやな、教授やな、教授、ほんまに。教授ですね。教授で、もう最短に来てくれることも早物勝ちでしょ。そうですね、ゼロ円で、もう免許絶対持っててってことで、ほんまに、譲るんで、はい、ほんま最短やな。その方がいいですね。これで最短で。おもろい。何がおもろい。はい、オッケー。これで出品完了と、はい、いうことでオッケーやな、はい。はい。完了。ちょっと待っていきますか。はい。言うても俺結構早く売れんちゃうかなと思ったんだよな。売れるっていうか、無料やし。多分知っとんじゃん。見たら分かるしな、多分。いや、見なくてもランボはすごいなって思いますよ。思うよな。オッケー、じゃあ待っていきましょう。
はい。売れた。え？カメラ回して、カメラ。もう待ってよ。オッケーです。カメラ回した。回したよ。売れました。で、え、売れたの？そうそうそう。もう駐車場書いてあるところに取りに来てくれるから。早っ。そう、はいはい。だってそれそうや。無料やもん。今度無料ってやばない。まあ確かに。売ったらどのぐらい？さすがに2000万ぐらいするんじゃん。しますよ。さすがに。オッケー、行こうっていうかもう連絡取れたんで、はい、もう待って行こう。まずもう数時間とかもう1時間とか多分来てもらえるから。わかりました。オッケー、行きましょう。行こう。はい、カメラ持って。はい、じゃあお前正月。はい、ということで到着して待って行ってるんですけど、はい、まあ、待ち合わせしてるんでもう言うてそんな時間かな。そうですね。うん、まあとりあえず来てもらって引き取ってもらって、これでほんまにランボはもう最後っていう。今回本当に最後ですよ。もうほんま最後。ジモティ、結局。最後がジモティで、ね。なんだかんだ。なんだかんだ、いろいろあったよ。はい。消防車変わったり、白熊やいろいろあってきたけど、最後ジモティで、ね、頑張り終わりたい。最後無料って厳しいっす。そうそうそう。無料はそうやな。まあ、それもありちゃう、ぶっちゃけ。だから運良かったよ。その、な、来てくれる人は運良かった。確かに。だからもうこれで、とりあえず、ランボは最後、見納め、はい。ジモティで見納めです。はい、ということで。もう言ってる間に来ると思うんで、ちょっと待ってみますか。はい、はい、あ、よろしくお願いします。お願いします。大丈夫ですか？大丈夫です。待ってください。大丈夫です。はい、大丈夫です。これランボルギーニ初めてです。初めてですか？はい、いやもうあなたのものですよ。いやほんまにほんまにほんまにこれほんまにあれなんで、もうこれで、はい、これほんまに持って帰ってもらってもいいんで。はいはい、あの鍵も渡しちゃいます。あ、いいっすよ、いいっすよ、ほんまに。ありがとうございます。ありがとうございます。無駄にちょっと痛みつけてもうたもん。大丈夫そうっすか？はい。もうこれで終わりなの。ほんまに持って帰ってもらっても大丈夫。ありがとうございます。はい。じゃあ、そんな感じで。うわぁ、ありがとうございました。終わった。じゃあ、わかりや。いや、終わりましたね。はい、終わったらなんか飽きないよね、やっぱな。まあ、最後やっぱ0円ってすごいですね。まあ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 、とりあえずラボさんに今報告しようか。はい、お願いします。なんかもうあれやったし。あ、お疲れ様です。はい。あ、とりあえずあのランボの件なんですけど、はい、あのジモティでちょっともう終わったんで、はい、あ、ジモティですか？は、まだ、はい、わかんないですよね。はい、説明します。あ、全然大丈夫です。なんで、ちょっとあの駐車場に来てもらっていいですか？ちょっとあの説明とかあるんで、はい。あ、ジモティ、後で説明します。はい、後ですね。とりあえず来てもらえば。はいはいはい。はい。ジモティ、めっちゃ悲壮聞いてくる。それ聞きますよね。知らんから。もうこんなエコシステム知らんねん、だから。とりあえず待っていくか、じゃあ。はい。待とう。遅いですね。待っとけよ。あ、大丈夫。あれ、どうなるか行くんですか？ランボ？ランボ、ジモティ、ジモティで。ジモティ、終わったんじゃない？ジモティで。ジモティ？ジモティでも査定なんか出すいくらになるかみたいな、あれじゃ出たじゃん。いや違う。どういう値段？ジモティの人は査定しに来ると、そんなのちゃんとしか。ジモティ、あれですよ。ジモティの人は今日来ると。ジモティの地域密着型のサービスで。分かってるよ。分かってますそれ。査定に来るんじゃないんだ。違う。もう一般の方に持って帰ってもらう人だから、ランボは。だからランボ来ないっす。いや、もうそんな言われたんだ。今日こんな白い人が倒れたくせに。今のめっちゃショックやったけど、どういうことですか？だからもう普通に打ったっていうか、まあ持って帰ってもらったみたいな感じです。正しく言えばあげたって感じ。そうですね、あげたみたいな感じですね。はい、いいですか？ちょっと、じゃあ打ったんですか？いくらで打った？それだけ聞かせて。ゼロっす。何言われたの？俺こんな白い服絶対転がったりせえ。絶対せえ。でもそんなつもりでやってる。携帯でいつもあれやせえ。そんなつもりでやってるんです。え、ちょっと誰かがこれって言いました？ジモティで俺が言いました？いや、言ってないっす。言ってないやんちゃう。はい、あの売るとかそういうんじゃないんですよ。もうそういうんじゃないでしょ。もう売ってきてるじゃないですか、いろいろ売って買い戻したりいわゆるやってるじゃないですか。はい、もうジモティ何よ。おい、俺査定するだけって言ったよな。最後あげたんですよ。言ったよ。あげるってどういうことだよ、お前。2000万も3000万もさ、なんかお前、売るってどういうことだよ、あげるって。どういうことだよ、兄さん。なんであげて。どういうことだよ、お前。お前ら頭いっちゃうんか。お前ら頭いっちゃうんか。お前らアホか。
フレディマーキュリー。違う。フレディマーキュリーマジしろよ。ですよ。そっくりフレディマーキュリー。おい。もうやりたくないです。脱がすとフレディマーキュリー刺すぞ。いやです。おい。おい。おい。脱がすぞ。おい。ほら、モザイク。モザイク。おい。お前らになんか仕事するのもやめるわ。これてっきり査定で、なんか査定にする人が来て、見てもらったらいくらぐらいですね。ああ、そうですか、わかりましたみたいな査定かなと思ってたから、勝手に、俺は。なるほどね。地元密着？地元密着だとなんかもうエコシステムみたいになっちゃってるんですよね。不要物も渡しますみたいな。いやいや、不要物じゃないし。まあこれいくらする思ってんだよ。いや、いらんって言ってたよ。マジで。いらんとは言ったけど、もうランボルギーニもじゃあこれで最後ですか、本当の。ほんまにも一旦これでもベンツ一本で、ベンツ一本で、お前ら売っちゃったから、あぐっちゃったから、開けちゃったから。次じゃあ新しい車出たら買う。あ、買いましょう。新しい出たら買うよ。次何買う、フェラーリ買う。まあ何でもいいですよ。何買おうか、もう好きなの買えばいい。お前ら絶対動画で使わせんから。絶対使わないから。いやいや、ほんまに。こういう時お前らはほんま家とかな、なんかやった暁の、はい、お前ほんま知らんからな。暁にはほんま車で買った暁ほんま知らんで言っとくけど、ほんまに知らんで、なんか俺に個人情報をちらつかした時には、その暁にはほんまに知らんで、お前ら。反対に来てんやん。反対に来てんやから、この人。もう恥ずかしくて急いで来たんですよ。